ちょっとさ、プレゼントがあるんやけど。え？皆さんこんにちは。この度ですね、1月いっぱいで私の夫のリオナリくんがですね、6年間勤めた会社アップバンクを退社することになりました。で、まあ6年間もうすごく真面目に頑張ってきたと思うんですよ。なので妻の私から退職祝いをあげたいなと思います。それはこちら、じゃんじゃんじゃん、1万円です。彼がね、何が欲しいのかいまいちわかんないですし、まあ現ナムあげるのが一番嬉しいかなと思って、1万円あげることにしました。普段ね、お小遣い制であんまりお金がないので、まあいきなり手に入ったこの1万円を彼は何に使うのか気になるので、今からあげていきたいと思います。もしもし。何のちょっとさ、プレゼントがあるんやけど。え、ドッキリ？ドッキリじゃないよ。何？え、マジで？サプライズ。え？あなた、はい、アップバンクを退職しますね。はい。1月いっぱいで。はい。ということで、妻から退職祝いでーす。はーい。え、ゲンナマ？一番嬉しいやろ、ゲンナマが。マジで？本当に？うん。お小遣い的な？お小遣いとは別に。うん、お小遣いとは別に。お小遣いとは別に。まあ、気持ちというか、6年間だいぶ頑張ってはったなと思って。うん、普通に真面目な動画。退職金じゃん。そう。本当の。そう。退職金あげまーす。なかなかないよね。現金なまであいつ。本当に、本当に。うん。ええー、ありがとう。うん。マジか、でかいよ、1万円は。そうでしょ。いつもさ、お小遣いあげたらもう1週間とかで使っちゃってさ、月末めっちゃ金欠で泣いてるもんね。まあね、でもお小遣い制にしてって言ったの俺だし、うん、そのおかげで貯金できてるし、うん、一人だったら全然貯金できないから。でもそれはもう気にせず使い。本当に？え、本当に好きに使っていいの？いいよ。本当？うん。いつもみたいに買ったやつレシート取ってきてとか言わへんから。きっかり生産するもんな。うん。1円単位でやるからね。マジで？はい。ご苦労様でした。ありがとうございます。すごいバイト代みたいな。何が欲しいん？MacBook Pro の16インチ。買えるか。AirPods Pro。 買えるか。なんで高いやつばっかりやねん。それ以外やばないんだよな。え、まさか今すぐ使い切ってくださいみたいな企画じゃないよね。YouTube 的な企画。はい、10分、10分。10分、10分。コンビニしかない。そっか、どうしようかな。iTunes カード買うとかでもいいんじゃん。まあ確かに。うん。ゲームの課金でもいいや。確かにね。まあ確かに最近全然課金してないからな。うん。いざこうやって渡されると、悩むな。ああ、わかった。よし。決めた。あ。オッケー。決めた。はい。まあ好きに使ってください。ちょっと出かけてきていいですか？おう。ちょっとだけ。あ、今から？うん、いいよ。そんな遠出しないです。うん。ちょっと行く。はーい。早いな、使う。早速買いに行きましたけど、何買いに行ったんやろ。あ、おかえり。ただいま。早っ。ほんまに買った？買った。嘘。買った。買ったん？1万円1万円お、何買ったん？これ。何？コンビニ。
ういうこと？エヴァンゲリオンマンや。え、なんで？欲しいって言ってたでしょ。え、私に？あ、なんで？私あげたのになんで私そこ好きなの？なんでよ。自分の好きなやつ買ったらいいのに。いや、特になかったよ。え？本当に AirPods Pro と MacBook 以外欲しいもんなくて。コンビニ行って、昨日の夜さ、うん、あのエヴァンゲリオン漫画最近出たのよって言ってたじゃん。うん、だから、それ買ってきてあげようって思って。じゃあ探しに行っても、私が行ったセブンになかったやん。うん。じゃあチャリでパーって行ってきた。それ一緒に開封しようぜ。何？セットが大好き。ちょっとやめてよ。こんなことある？世の奥さんこんなことある？やめてやめて。やめろ。うちの奥さん、ね。いいよ。私があげたのに、私のために。いいよ。残りね、そう。残りあの、9000円ぐらいあるんじゃん。うん。残り9500円以上あるから。うん、それでなんか、うまいもの食いに行こうか。出産無事したら。マジ？うん。そんなわせんよ。お寿司。いや、漏れてる。では、ダン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 。そうだな。よかったよかった。すごいこれ。いや俺さ、買った時パッケージ見たんだけどさ、うん、普通になんかエヴァンゲリオンマンってだけでさ、え、そのままなんだね。それ言ったらダメ。誰もが思ってるから。びっくりマン風じゃない。普通混ぜるけどね。うん、なんかな、うん、なんでだ。もう 100% 混じりっけなしのエヴァ。シンジレ、アスカ、カオル、マリー。あ、そうか、2パターンずつあるんや。シークレット与えてくれよ、シークレット。シトもあるね、エヴァもあるね。よし、いきます。エディフィールド全開。あ、下手くそ。いくで、うん、目つぶりで、うん、ドン。あ、ゼロ号機や。おお。いや、万要素ゼロじゃん。マジで言ってなしのエヴァ。え、リアル。すげえ。でもそう、まんまだ。アニメのまんまだな。あ、裏はびっくりマンっぽい。これちょっと冷蔵庫入れてちょびちょび食べるね。そうだね。一遍食べたら太るから。そうそうそう。箱買いしてもさ、一気に開封しても食えないじゃん。そうだね。もったいないから、とりあえず3個買ってきました。じゃあ、2つ目。はい。いきます。アスカ。アスカか2号機。アスカか2号機か、シークレットみたい。じゃん。あ、シンジや。いや、万要素ゼロだな。それしかないか、感想。いいねこれ。でもそうね、紫に文字。逆にいいな、本当に言えば好きな人からしたら。潔いよね。うん、潔い。シークレットを見たい。アスカが欲しい。よし。いや、これでアスカゲットしたらな、サキちゃんも一回びっくりマンになってるもんね。あ、なたなた。吉本マンだっけ。吉、うん、かな。あれはちゃんとなんかコラボして、うん、私なんちゃら天使とコラボ、うん、フュージョンしてた。いけ！エッジフィールド！絶対！お願い！うわあ！大ごしと！かあ！しゃぶしえるの呪縛！くあ！わりかし地味な人。地味だー。好きやけどー、ここでしとかー。あー、やべえ、俺の引きが。ちょっとまた買ってくるわ。うん、買ってきて。はい、まだ、え、今。まだあるやろ。9500円ぐらい。あるけど。全部買ってきて。ご飯は？ご飯とかいいから。はい、箱買い？うん。大人買い。返して。返して。懐かしい。サインあげたやつ。あ、これね。
そう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 。十字架、あ、そう、十字架天使が十字架サキとなって、吉本とコラボした時に。しかもサキちゃんシークレットだったんだよ、確か。あ、そうなの？そうそうそう、シークレット、シークレット。で、俺が、普通に一発でやってたんだよ。あ、ちょっと買ってみるわ、つって。あー、そっか。で、これ一緒に保存して、これね、部屋に飾ってますよ。リオナリさんへ、ロケミツ見てくれてた、なんてあんたばか。初めて会った日。そう、2016年。この時、アップバンクにね、ベジータと遊びに行って。そうそうそう。すごいね、綺麗に撮ってるね。そりゃもちろん。おちょっと恥ずかしいねやめよう。ということで、妻から心がこもったプレゼントでしたありがとう俺からもプレゼントありがとう。シャムシエル愛情感じたわ星屑空いつでも